繋がった繋がった。え？繋がってよ。繋がってる？繋がってますよ。あ、おはようございます。Good morning。あ、Good morning。こんにちは。あ、皆さんなんか来てくださってありがとうございます。ちょっと突然のね、聞こえてる？聞こえてる？聞こえてる？あ、じゃあ聞こえてたらちょっとピョンって押してみてください。大丈夫ですか皆さん？ OK、 ハートを押してください。聞こえてたらこんにちは。あ、大丈夫みたいですね。はい、 OK。 じゃあね、皆様突然のおはようございます。あの突然のね、あの今日はインスタライブになります。あの本当なんかお知らせとかね しなくて、なんか30分ぐらい前にやろうかなみたいな感じだったんですけども、あ、皆さん来てくださいましてありがとうございます。ラ・グッチ・ナ・サッチの藤野です。あのラっていうのはね、かあの定冠詞ね、英語で言うとザっていう意味でね。それで、あ、ラ・クッチーナ、クッチーナってあのキッチンって意味なんですよ ね。あのラクチンなクッキンって誰か思ってるみたいなんですけどね、実はあのザ・キッチンっていうそういう意味なんですね。はい、余計なことを言いました。今日ね、何作ろうかなと思ったのは、もう簡単にねサラダにしようかと思ったら、こんにちは、あら、かわいい、本当本当、いや、もう何歳になっても嬉しいですね、ありがとうございます。でね、今日サラダにしようと思って、で昨日今月6月あの料理教室もね始まったんですけども、あとね、もう恐る恐るですね、もうそろそろと、あのあれ、ちょっと失語症、なんだっけ、あのオンラインのねレッスンも始めてね、昨日ちょうどあったんですよ。でそれでオンラインね、本当久しぶりにこう画面のところで皆さんとね、会えて嬉しいなと思ってて、で、ただ一つの問題がありまして、作ったね、私作るじゃないですか、いつもは教室の人が食べてくれるんですけど、来てくださった方がね、なんとサラダよ、OK、サラダ、それで食べる手がいないという問題が起きましてですね、結構昨日はねフォカッチャも作ったんだけど、もう昨日早々冷凍しちゃったのも食べ手がいないから、これちょっと冷凍で解凍したのもあってね、パンがゴロゴロしております。今冷凍庫にパンがゴロゴロ。それからね、何があったっけ、あ、昨日そうですね、ラタトゥイユも作って、ちょっと ラタトゥイユがね少し余ってます。これはうちの今日のお昼にしようと思ってます。それからね、あとね一つだけ、昨日作ったものばっかりだけど、これはねチェリー あのゼリーを昨日ねオンラインで作って、もうこれもね実は6個作ってて、5個もう食べちゃったで、ね、5個食べちゃった、これは、はい、すごい勢いで食べちゃって今日のおやつです。で、そんなわけでですね、今日はねこのいつでも食べに行く、来て来てそれで、ね、今日はこのパンがゴロゴロしてるので、このパンと それからパンを作って、パンとそれからねこのチキンね、チキンも冷蔵庫にあったから、このチキンでね、さっきね低温調理で作ったんですね。これ要するにコンビニで売ってるあれだよね、チキンサラダみたいな感じのものをね、お家で簡単に作れるんですね。低温調理でね、チキンの胸はねだいたい63度でまで中の温度上がらないといけないね、ここの中心が。だから67度から70度ぐらいのお湯にね、まあ、50分から1時間ぐらいつけておくとね、こうやってジップロップに入れてですね、で今日ハーブとかいろんなもので入れてます。で置いとくと、ね、中にずっとその温度入れておくとね、しっとりとできます。これね、後でもしできたら、YouTube の方にね作り方あげますね、重宝しますよこういうのね、しっとりとして本当美味しい、うん、さっきちょっとつまみだけけど、そしてこれを今日はいろいろ、だから今日はサラダ、いろんなものをトッピングしてね、それもうちょっとあとパン入れてみたいな感じでやりたいと思います。まずね、これね、今すごいもう今畑からサラダいっぱい取れたの、実はこれ私さ、で今これが安かった、やっぱりフルーツトマト、今ねトマト美味しい季節だからね、もうどの種類買っても多分美味しいと思うんですけど、フルーツトマトがねすんごい安く売ってたのね、でちょっと衝動買いしちゃいました。なんかね20個くらい入ってね300円、もう買っちゃうでしょうね、ジュースにしても美味しいしね。それから今日ね、あと冷凍、これこんなのね、私いつも冷凍ちょっと汁しとくんですよ。これケイパーなんですけどね、ケイパーね冷凍庫から出したんだけど、こういうケイパー
ケイパーってね、つぼみなのね。でこれを塩漬けの方のケイパーをね、水を取り替えながら10時間ぐらい塩抜きしてね、それで置いといたもの、あんまり塩抜きしちゃうとこれ味がなくなっちゃうんですけど、なんだっけ、あれこれ最近酢漬けもありますけどね、これ塩漬けなんですよ。結構ね味と香りが美味しいんでね、シチリアのこれは生産物ですね。これ例えばソースに使ってもいいしね、酸味があってねすごく美味しい。はい、これとちょっと今日私舌が甘い。それからね、あるもの冷蔵庫に、あとねアンチョビ、これをもうどんどんねトッピングしていこうと思います。じゃあこれってね、昨日のこれね、フォカッチャはね、ほんとうまくできた。結構イースト多めにやってもね、フォカッチャは美味しいね。でまだね、解凍。はい、じゃあこれをね、早速、ごちょごちょ言ってるとね、時間がなくなりますんでね。はい、じゃあまずこれね、切っていきますね。パンはね、何でもいいの。何でもいいよ。甘くないのだったらね。でちょっと、どのぐらいで切ようかな。1センチ、今日、1センチよりちょっと大きめに切りますかね。ほわほわだ。それからもうちょっとうちもよし、この包丁はねヘンケルさんの最近ちょっと使わせていただいた包丁なんですけどね、ブレッドナイフすっごいよく切れる、本当にびっくり。でこれはちょっとまた冷凍庫にも、全部冷凍庫に、これは最近ちょっと凝ってる自然酵母のねパンなんですけど、お切れる、お指切らないようにしないと危ないんだよ。でこれこんがりね、ちょっとよいしょ、よいしょ、これをね、これ魚グリルでよいしょ、ちょっとこんがり焼きますね。このフォカッチャ美味しいよ。もうね、オリーブオイルつけてね食べると美味しいですよね、フォカッチャね。でこれはね、一つ注意、焦がさないようにね、時間ちょっとねチェックしとかないといけないですね。誰か時間見てとか言って時がないからちょっと焦げそうだったら言ってください。5分ぐらいかな、5分ぐらいでちょっと一回チェックしますね。こんがりと焼きます。それからじゃあドレッシングの方、あとトマトじゃ切っていきますね。トマトもね、実はねこのブレッドナイフってあるじゃないですか、これでね切るとスパッて切れるのね、本当にほらすんごい切れ味が、まあもちろんこの包丁が切れ味いいんだけど、このトマトはね実はこれで切るといいです。私昔フランクフルトのねイタリアレストランに少しいたんですけど、その時にもねやっぱりこれで切ってた、みんなトマトはスパッと、見てこれ切り口がすごい見えるかな、ピカピカっていうかすごい、こういうふうにやると綺麗に消えます。はい、美味しそうだよね。今もトマト本当に美味しいからね、この季節いっぱい、イタリアだとこういうのもうね冷凍しときますよね、冷凍しとくの、今の時期取っといてね。はい、ちょっとこれ置いときます。あと今日の野菜は、待って Just a moment 先生こんにちは。こんにちは、あ、散策カフェさん元気いつも美味しいパン見てます。はい、今度は玉ねぎなんですけど、もうねそろそろ新玉ねぎ終わりかけてるんですけどね、でもまだそんなに硬くないからね、サラダに入れると美味しいから、血液もサラサラになるんでね。でこれ切るときにね、見えないよね、ちょっとこれ切るときにこう大きいのあるじゃないですか、大きいのあるときはね、例えばここからこうやって切っていくとね、ここからと切っていくとね、細いのとここ 超大きい千切りができちゃうから、こういう風にな、ここからねこうあったら斜めに切るの、こうやってちょんちょんちょんって、でこっちも斜めにこうやって切ると短くて全部短いのができます。トントントンじゃなくてちょっと斜めにしてあげてね、でそしてまたちょっと反対側の斜めに切ってね、おおこれもよく切れですね。今度そうそう、今度18日7月の18日にツビリンゲさんのそうちょっと宣伝ところでですね、オンラインレッスンやりますので、レモンの料理ご紹介しますので、ね、まあ、お家でこう見てていただく感じになりますけどもね、欲しい方は食材も美味しいの日高さんのアクアパッツからね手配していただけるので、よかったらご参加ください。はい、いつもの値段のね、まあ、もちろん食べれないからなんですけど半額になってます。はい、これでです。
あと葉っぱ、この葉っぱはね、これはね、もう畑にあっていろんなものが取ってきちゃったんだけど、いろいろですよね。レタス、フリルレタスもあるし、なんかイタリアのわけのわからない実は野菜もあるという。イタリアの野菜って意外とね、苦いのが多いですよね。だからなんか、結構私苦いの好きなんですけどね。はい、そしたら今度ね、これ先ほどこれもうさっき1時間前にできたからちょっとまだ温かいんだけど、はい、低温調理で作ったね、胸肉、これはねレモンと、それからまあこれはイタリアンパセリと、それからこれローリエ、これ塩と、それから塩ちょっといいつけて、それからレモン汁塗ってね、低温調理で67度で1時間ね。この汁はね、やっぱ美味しいから、これはね、綺麗で透き通ってる汁ができるんでね、コンソメですよね。なんかソースとかね、スープの中に入れられます。ゴクゴクっていや、それはしないから。で、ほんとこれしっとりとね、手であとこれサクサクしましょうね。見えるかい、ちょっと遠いんだよね、これね。皆さんにね、この設定のね仕方、このどういう風にやってるかね、お見せしたいぐらい。あ、トモコさん元気？ご主人もいらっしゃるよろしくね。この設定、すごいところに本当設定してるんですよ、実は。だからいつかね、なんかお見せしたいなってちょっと思ってして。で、これ手で裂きますね。はい。高タンパク、低脂肪。やっぱりね、安い。いいね。なんかいろいろありますよね。はい。はいはい。で、今日こんな感じにしとき、もっと食べますからね。どうする？とか言って。あれ？はい、こんな感じにしとこうか。これ焼いてもいいんでしょ。このままピッチってソテーしてね、それで食べても美味しいよね。はい、そしたらあとはですね、あれだ、あ、これね、ちょっと余談ですけどね、これは美味しかったね。これね、バジル、この前ちょっと茨城のね、畑に行ってきたんですよ、友人の料理家の人とね。で、バジルをね、いただいたんだけどね、本当に美味しかった。香りとかがもう半端じゃないですね。それでね、バジルのペーストを作ったんだけどね、今日はこれね、パンにね、パン残っちゃった。パンにさ、そこパンここんだけどよかった、忘れなかった、ジャストオッケー。もうこれいつもね、もうちょっとこんがり焼いてもいい。これ裏表でね、ひっくり返した方がいいですね。はい、手がね、柔な人はね、なんかお箸とかなんかやらないと熱いよ、気をつけてね。こうやってひっくり返すよ。危ない。この前はモザレラをね、パスタにのせるの忘れちゃったんですよね。はい、でもうちょっとやりますよね。そしたらね、みんなちゃんと、私は忘れちゃったんだけど、みんなはね、作った写真ね、見たらね、ちゃんと載せてくれてたというわけで、あ、これですごく美味しい。で、これはね、バジルパンに載せたりとか、まあパスタですよね。で、これはね、ちょっとまた宣伝、ごめんなさいね、宣伝わけじゃ、来月のオンラインレッスンでやりますね。これね、これのジェノベーゼのね、超濃厚ですよ、濃厚で美味しいと、それから、パナコッタと、それからピザですよ、ピザ。もう美味しくできるピザやりますよ。もうパンみたいなピザで、もうカリッとね。ぜひよかったらホームページご覧ください。すいません。はい、そしたら、これね、あ、もう怒っちゃってるよ。はい。はい、じゃあね、今日のドレッシングは、はい、アンチョビ入れまーす。ナイスフォロー。Thank you! ジェノベーゼですか？そういうジェノベーゼソース、バジリコとね、それからリグーリア州って北のね、イタリアの北のソースなんですけどね、松の実とね、それから、パルメザンチーズ、それからバジル、ね、あとオリーブオイル、もう美味しい、本当美味しいよ。買ったものは私はちょっと1回2回食べたことあるけど、全然違うからね。私何やろうとした、あ、そうだサラダやるのになんでこんなごちゃごちゃするんだろうか。はい、そしたらね、これアンチョビちょっとね、これ辛いから気をつけてください。アンチョビはね、こうやってね、米油とかね、まあ、サラダオイルとかにつけとくという。で、上ね、ちゃんとかぶせとかないと真っ黒けっけになっちゃってね、美味しくなくなっちゃうから、ちゃんとね、かぶせとけばね、こうやってね、大丈夫ですよ。冷蔵庫に入れておいて。